はい、皆さんおはようございます。時刻は朝の5時を回っております。はい、今回はね、岡山市内にある岡山中央卸市場という場所に、来ておりますが、なかなかね、その行く機会がない人がほとんどと思うんですけど、実際ね、岡山中央卸市場がどんなものなのかをね、皆さんにお知らせしようかなと思ってます。はい、はい、というわけで始まりましたが、結構トラックが多くてね、どこに止めたらいいのかわからない感じだと思うんですけど、はい、まあね、とりあえずまあ、昼間行ったらわかると思うんですけど、駐車場がねあるんですよね、すぐ近くに。はい、ちょっとね、その方までちょっと行って止めたいと思います。はい、というわけでね、今日今回やってきたわけですが、岡山市のね、中央卸市場に来てます。なんでもね、海鮮丼がここで食べれるということで、しかも朝5時からやってるということで、ちょっとね、行ってみようかなと思ってます。はい、というわけで市場福久通りというところにやってまいりました。で、まあ中央卸市場なんですけど、その一般の人は買えないんじゃないかっていうイメージがあるんですけど、この市場、空空市場ですかね、は唯一買うことのできる場所なんですよね。もちろんこの通りに料理屋さん、ご飯屋さんがあったりするんですよね。はい、まあタピオカあったりとか、お菓子屋さんあったり、まあフライパン売ってるお店あったりとか、夜間売ってあったり、そういうなんかいろんなお店がね、ここにはあるんですよね。はい、でとりあえずここをね、まっすぐ行ったところにあるという話を聞いたんで、はい、進んでいきたいと思います。はい、福久通り、こちらがね、いろいろとお店の、看板がね、看板というかマップになってます。いろいろお店あるんですけど、奥の方にね、本当にその食べる場所があって、手前の方はそのまあ食材とかそういうのを売ってたりするんですよね。はい、まだね5時ということで、ほとんどのお店が閉まってました。はい、中華料理屋さんもあるみたいです。で早速ですね、その例の海鮮丼のお店に行ったんですが、11時半からなんですよね、残念ながら。はい、やってます。はい、というわけでね、いくらかメニューがあります。これ以外にもね、そのお刺身系の定食もあります。はい、で僕が頼んだのはハマチ定食、900円のものを頼みました。他にサーモン定食とかいろいろあります。はい、ぜひ行ってみて、確かめてみてください。はい、こちらです。結構ね、肉厚があって本当に美味しかったです。はい、こんな感じです。ありがとうございます。やっぱ味噌汁もね、かなり美味しかったです。はい、早速、まあね、残念ながら今日は海鮮丼にありつけることができなかったんですが、はい、結構ね、そのご飯屋さんが多いんですが、11時頃がほとんどのお店が多かったりとかですね。やっぱり普通の一般のお客さん向けにやってるお店だと思います。
はい。でですね、最後にね、皆さんにお知らせしたいことがあります。で、これですね、入り口、最初入ってきたところの入り口から出ることができないんですよね。まあ時間帯にはよると思うんですけど、5時の段階で、バリケードをしてありました。で、ちゃんとね、出る道があるんで、ぜひね、ちょっとこれを見てください。逆ですかね。あ、向こう側です。専用のところがあるからね、そこすぐ左曲がって右曲がって。あ、ほんまですか。すいません。ありがとうございます。これ、まあ、すぐ左曲がって。あ、左で、はい。というわけでね、この矢印の看板に向かっていけば、出ることができますんで、皆さんもね、ぜひこの、動画を見て、まあ、初めての方、まあ、特にこの動画を見てね、どうやって出ればいいのかっていうのをね、見てください。まあでももし、まあ、知ってたら、行ってみたら多分分かると思うんで、はい、行ってみてください。はい、すいません。はい、というわけで今日はこんな感じで、終わりたいなと思います。はい。まあ、時間的にはね、11時半ぐらいから12時、お昼時に来た方がいいかなと思います。早いとやっぱなかなかそのやってないお店もあったりとかするんですけど、まあ早いなりにその新鮮なね、お魚とか野菜とかいろいろ買うことができると思います。まあもう時間帯それぞれなんでね、本当に。またね、いろんな時間に行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで。今日のスピーチューブはこんな感じで終わろうかなと思います。はい。また次回ね、海鮮丼に関しても、リトライしたいと思います。はい。まあ、こんな感じで今日はすいませんでした。それではまた会いましょう。スピーチューブで。では、それでは。裏番スピーチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。